秋の七草。春の七草と比べたら聞きなじみがないかもしれませんね。萩、雄花、クズ、なでしこ、お見苗し、藤バカマ、桔梗。この七つの草花が秋の七草と呼ばれています。今の時期にちょうど見頃を迎えている花ですね。これは万葉集の秋の野に咲きたる花をお呼びより、花期数うれば七草の花、萩の花、雄花、クズ花、なでしこの花、お見苗し、また藤バカマ、朝顔の花という山の上のオクラが読んだ和歌に由来しています。和歌では朝顔とありますが、これは現代の桔梗を指しているとされています。雄花というのはススキのこと。秋の七草は春の七草のように七草がゆに入れて食べることはありません。十五夜の日のお月見の時にお月見団子などと一緒に飾ります。2023年の十五夜は9月29日金曜日。一年で最も綺麗に見える満月と言われる中秋の名月を眺めながら、七草を飾って秋の夜長を楽しみましょう。